母と呼んだ金に死なれ、山町を追われ、すべてを失って呆然としていた桜子に、生きる力を再び与えたのは、音楽を続けろという東郷の励ましでした。その東郷が東京に帰っていった翌日、桜子は恐ろしいニュースをラジオで耳にします。本3月10日0時過ぎより2時40分の間、B29 約130機、主力をもって帝都に来襲、市街地を猛爆せり、右猛爆により都内各所に火災を生じたるも、宮内省締め寮は2時35分。3月10日、10万人に及ぶ死者を出した未曾有の大空襲が東京を襲ったのです。桜ちゃん、ラジオ聞いたか？東京で大変な空襲があっただって。笛子たちは大丈夫か？わからん。私東京行ってくる。一人で行くつもりか？どんな状況かもわからんのに、お前。だからこそ行きたいの。笛姉ちゃんや桃ちゃん、東郷さんがどんな状況か自分の目で見て一刻も早く確かめんと。和幸はどうしてるかね。それも言ってみんとわからん。もうダメ。あ、私も一緒に行くわ。あ、桜ちゃん荷造りしとって私切符買ってくるで。おいおい、紅葉じゃないとなかなか切符出してもらえんかな。おいでも、おい今記者どえらくほんどるぞ。私にいい考えがある。こんにちは。若君、元気だったか。乃木山さん、お願いがあるだけど、紅葉で東京に行くっちゅう書類作ってもらえんか。空襲にあった家族の様子を見に行きたいもんで。そうか、わかりました。なんとかしましょう。その夜、乃木山が用意してくれた書類で切符を手にした桜子と磯は、殺人的な混雑の中東京に向かったのです。ごめんなさい、おばさん、おばさん大丈夫か。さくらちゃん、ここにおるよ。おばさん大丈夫か。さくらちゃん。東京は壊滅的な打撃を受けていました。その惨状は桜子と磯の想像をはるかに超えるものだったのです。マロニエ荘はかろうじて焼け残っていました。救護所にずっと詰めとる。次から次に怪我人が運ばれてくるで、寝る暇もないみたいだわ。そう、和幸、和幸さんは、逃げてる途中ではぐれちまって、それきりだね。それきりって、もう空襲があったから丸一日経っとるだろ。ねえ、東郷さんは。東郷は逃げとる間はずっと一緒だったの。初めは大通りの防空壕に避難しとってね。そしたら火が回ってきたで、
そこ出てまた逃げて。運が良かった。火を避けとったら結局ここにたどり着いて。ここは焼けてなくて助かった。おいでもまだ周りが燃えとるのに、あの人スケッチしに行くって出てって、何もこんな時にって止めたけど、私の声なんか耳に入らんの。それっきり戻ってこうへん。俺も遺体片付けるのに駆り出されて、その合間に方々探してみたんだよ。でも東郷も和幸も見つからねえんで。それより畑の様子があんまりひどくてさ、見たくもねえものに入ってきちまっても気がめいっちまってよ。私探しに行ってくる。私も手分けして探そう。その頃、桃子は焼け残った建物の中で次々と運ばれてくる負傷者の手当てに必死になっていました。痛みますけど我慢してくださいね。これで少しは良くなりますから。看護師さん、妹が目が痛いってさっきから。これが終わったら洗浄しますから、すぐに楽になりますからね。どうしたの？岡崎から来たのか？フィーネちゃんたちの様子見に来た。東郷さんと和幸さんがまだ戻っとらんの知っとった？ あっちに顔出してる暇がなかったもんで。フィーネちゃんとトールちゃんと和幸さんは無事なんだね。安治さんも無事、うん、ねえ、もしも東郷さんと和幸さんがこっちに運ばれてきたらアパートに使い合って知らせてほしいの。うん、分かってる。フィーネちゃん心配で真っ青になっとるね。分かった。有森さんこっち、カンフル剤持ってきて。はい。空いたよ、なんか食べたいよ。そうだよな、腹も減るよな。よし、台所に何かあるかもしんねえな。よし、見に行こうか。な、おい、こっちおいで。ほら、おいでおいで。よしよし、な、こっちか。東郷、東郷、おばさん、ダメだった。ひどいありさまだわ。あんなんで見つかるわけない。おいでも、初めは倒れとる人の顔を一人ずつ覗き込んで見とったんだ。でも男か女かもわからんだもん。川の土手のところに人がいっぱい重なるようになっとって、それを兵隊さんが熊手でかき混ぜとる。姉ちゃん、一昨日の夜一体何があったんだ。何があったんだ。ひどいことになるんだ。ダメだ、和幸はダメかもしれんね。さあ、そして桜子は池ども池ども尽きない焼け野原をさまよい歩いていました。東郷さん。
危ねえ。こっから離れろ。どうぞ。早く。見ろ。ひでえ世の中だ。俺もおつまいだな。死ぬ前に桜ちゃんの顔を拝めたのは神様のお導きなんだ。やめてよ。私には生きろって励ましたくせに、そんなこと言わんでよ。育児なし死なんで。私だってギリギリのところでやっとの思いで生きとるんだよ。達彦さんに死なれて、今また東吾さんに死なれたら生きとる甲斐がない。もう大事な人に死なれたない。私のために生きて、私と一緒に生きてよ東吾さん。桃子です。東京を襲った空襲は私たちに大きな衝撃と深い悲しみを残しました。この人俺の母さんだろ。それでも私たち家族は助け合い、励まし合って前を向いて生きていきます。しかし東吾さんは心に大きな傷を負ってしまいます。順序きらり、お楽しみに。